全体がね右側が下がってますよね、うん、目尻もそうだし、鼻も口角も、うん、今右側がということですね、うん、右は左に比べてどういう感じですか。右の方が膨らんでる。右側が膨らんでる。誰が行きます。そしてもらえちゃう。リコ、ほらこれで教えてたの。もう指先でやってるわけでしょ。みんなそうでしょ。もうほら分かるけど、どこでキャッチしてるから今度やらなくたって指先で分かるでしょ。それあすぐはそんな分かった。上がった。先生顔まっすぐしてみて。上がってるって絶対。すごいな。もうちょっとこうやってですよ。はい。最初との比較。上がってるね。上がってるね。全部上がってる。こうなったから。全然違うでしょ。全然違う。自分でこうやって。ない。ね。ないでしょ。顎がね尖ってきたもんだ。ね。もういつも見てるからわかるでしょ。はい。わかります。ここがね、うん、気になってたんです。上がってるよ。どういうふうにしたりしてるんですか。あれ曲げたりする。こうしたらゴリ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 やったんですよ。手術して。どういう手術ですか。ここを開けて削ったんですよ。美容師さんの職業。的なものですよね。今やりたい人、じゃあ半分で分けて、はい、左右、次は出たらこの45度、最後は分けていきます。で最後は本当30分ぐらいまで探します。はい、OK、はい、じゃあこう起き上がって、どのくらいありましたね。いいじゃん。っていうことじゃん。できたじゃん。今度これを後ろと後ろに行きます。後ろ。はい。これ限界です。ちょっと痛いです。どういう風にした時？どういう風にって、筋肉痛、身が入ったみたいな感じかな。うん、何やります？はい、よいしょ。じゃあそれで、これもくる。はい。そう。はい、起きて。はい。で、まっすぐ立って、で、指でチェック。遊ぶんですよ、やっぱり、さっきよりかね。で、この辺でちょっと、突っ張った感じやってみて、スッといくんですよ。首の突っ張りがなんかどこなんですか。見たら、わかりますよね。うん、楽そう。できるじゃん。じゃあ、座ってみて。はい、どうぞ。どうでした。もう、楽しかったです。なんかすごいパワーいただいたのと、なんか前向きで、はい、どうでした。朝から頑張ります。よかったです。どうでした。一覧綺麗になったもん。全然変わらないよね。綺麗になったもん。その役に立つことをしたい。